ポスト米英時代、偽イスラエルと米がテポドン発射、土地にでも竜巻、日露首脳会談を控え、米英仏イバビロンは日本の裏切りが怖いのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年9月04日21時間45分30秒、偽イスラエルと米がテポドン発射、土地にでも竜巻、日露首脳会談を控え、米英仏イバビロンは日本の裏切りが怖いのである。日本がロシア中国と組んだら、その時点でクソジジイはゲームオーバーである。しつこいシリア戦争詐欺も、激安天然ガス時代を先送りさせて、バカ高い原油時代と高くて危険な原発時代を続けたくて、パイプラインを破壊するのが狙いのようだが、もう天然ガスすら主役になりそびれるくらいのフリーエネルギー時代が迫っており、無料化の時代なのである。最先端技術といえば、一昔前までは年中の独占だったが、それもライバルを潰して、片落ちの技術を最先端として我々に押し付けてきたことがバレて、封印されてきた技術が酔っ払いのゲロみたいに、口を押さえる手の間から、四方八方に噴水みたいに吹き出て止まらなくなり、エネルギーで言えば自家発電も無限にできるのがバレてしまい、過渡的代替エネルギーの天然ガスを妨害したところで、エネルギーが100円ライター化するのを止めるのは無理で、ジッポやダンヒル以外のライターで火をつけるのはいけませんと、妨害しているようなもので無意味なのである。連中は極端な独占を試みて、氷河期世代から結婚も住宅も車も奪ったために、彼らはマルクスを勉強したわけでもないのに、とりあえず共産主義になり、それも偽ユダヤが用意した資本主義詐欺のカウンターパートに過ぎないことを、エンゲルスを読んだわけでもないのに超共産主義にたどり着き、共有主義というイデオロギーを無自覚に体得してしまったのである。そして中ロとドイツが今、ブイブイ言わせているのは、彼らが共産主義詐欺を散々経験させられてきて、いきなり資本主義詐欺に放り込まれたから、どちらもダメじゃんという感じで、氷河期世代と同じ方向に突っ走っているからである。そして日本は、原始キリスト教の肝であるモーゼの実戒を、教育直後という形で実践してきたから、江戸時代ぐらいまでまあまあの共有主義を実現してきたストックがあるから、これだけ連中にカツアゲされても、ふにゃふにゃにされてもその伝統が生きており、次の時代のご意見番になるのは確実である。そこへ偽キムチのハーフながら、安倍 P が、プーチンの猛アタックを受けて口説き落とされそうで心配だから、脅しの意味で竜巻や地震や、大雨という DV で繋ぎ止めようとしているわけだが、どう考えてもスラブの言うの方が、ケニアの偽ユダヤより格上であり、クソジジイがいくら時代を逆流させようと思っても、ゲロを飲み込むようなもので、私も一回だけなら、一瞬だけならできたが、その直後に胃袋も飛び出すような勢いで吐くのと同じで、歴史の回転を止めるのは誰にもできないのである。ちなみに、リンゴをかじると歯から血が出るが、ゲロを思いっきり吐くと、涙も鼻水も出ませんかという感じだな。ラグビーの全国大会で奇跡の優勝をすると、こんな感じなのかなと思いながら吐くわけだな。涙は心の汗とはよく言ったものである。全然関係ないが、真は力なりということである。ポスト米英時代、シリア戦争詐欺の構図は911詐欺と同じで、サウジが第二イスラエル化して、米英バビロンの支持で反政府勢力を動かしていたのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年9月05日16時間54分46秒、シリア戦争詐欺の構図は911詐欺と同じで、サウジが第二イスラエル化して、米英バビロンの支持で反政府勢力を動かしていたのである。サウジといえばビンさんであり、ビンさん一族といえば911直後に、米国からトンズラしたことで有名である。あの頃までは、偽イスラエル以外の中東諸国は傀儡だらけでかなり腐敗していたとはいえ、最低限の信用があったと思うが、サウジやカタールは第二イスラエル化して、悪巧みに積極的に加担していたということで、優柔不断な伸びただと思っていたら、スネオだったということで、日本の偽キムチと同じである。だから偽イスラエルだけを追求しても、911のパズルが完成しなかったのであり、嘘ジャジーラな力道山詐欺のように、我々の流飲を下げるような、しかしガス抜きに過ぎず、核心には触れないプロレスフル立てのような報道漫才が、可能だったということである。今回は、サウジのバンダル王子がプーチンを恫喝して、返り討ちにあったという話が、先にネットで騒がれたが、どうやら米国から化学兵器の供与を指示されて、反政府勢力に使用させたのは偽イスラエルではなく、サウジだったようである。偽イスラエルは、世界から完全に信用を失っているから今回は使えず、逆にエジプトの件では悪役にふさわしくない言動をして、トルコと対立して我々を混乱させたのは、表向きは一回休みだったということで、もちろん村では引き続き悪さをしているのは当然であり、所詮311の犯人である。米英仏イバビロンは、7年の間コスタリカ方式で戦争詐欺を繰り返してきたが、決まりきったメンバーではすぐにバレてしまうので、モー娘やジャニーズみたいに、新メンバーを投入していたのがシリア戦争詐欺であり、911詐欺だったということである。いずれにせよ一番悪いのは、英国バビロンのクソジジイであることはいつも同じである。